さあ、今週は2歳重症が2つあります。もうね、つまり新世代の重症戦線ついに本格化。そして今週の重症は特にね、見てて新世代の幕開けかなっていう感じがするレースになりますので、まあ、頑張ってね、予想していきたいと思います。というわけで札幌2歳ステークス、まあ例によってね、まあネット競馬の上位人気から、まあその前に特注馬1頭、まあ1番人気から順番にみたいな形で話をしていきます。というわけで今回の特注馬、ネット競馬想定2番人気、クリノクーニング。あの新馬勝ちしたのね、勝ちっぷりが見事、その3着以下を8馬身ぶっちぎったってこともあってね、まあ、あの上位人気ってことになってます。まあ父オルフェブル、まあ、三冠馬ですからね。まあ、凱旋門賞の着順考えたら、入選順位で言ってもね、三冠馬同士で見たってこっちの方が上なわけですから、まあ、3区も走って当然なわけです。まあ、そういう意味ではね、まあ、当然注目していくべきですし、まあ、新馬戦の時にね、2着馬とはちょっと接戦だったけども、3着以下は8馬身ぶっちぎった。その2着馬も次戦 1.3 秒差、多分7、8馬身かな、大差勝ちという形になってますので、まあ、そうなってくるとね、もうこの馬本当は一番人気でしょって感じで狙ってみたいなと。まあ、特にね、まあ、ステイゴールドの系統なんで、この札幌の小回りは当然悪いはずはないってことで狙えるはずです。まあ、そしてネット競馬想定一番人気、カレンシディエージョ。この馬もまあ買わざるを得ないですね。まあ、つまりね、2戦目折り返しの未勝利戦をぶっちぎって勝ったんでね、こっちが、着順の、書いてある着差のね、派手さで一番人気になっちゃってんのかなってとこなんですが、まあ、考えてみりゃね、その前のレースも、3着以下8馬身ぶっちぎってる。でもその前には、このカレンシリエージュの前にはクリノクーニングがいたわけで、まあ、そっちの方が強いはずなわけです。まあ、ハービンジャー3区ってことでね、まあ、こういう小回りの中距離っていうのは大の得意としてる。まあ、その分も考えたら、まあ、ただね、クリノクーニングが2番人気でこっちが1番人気だったら、いや、クリノの方が強かったでしょっていうんで消しにしようかと思ったんですけど、かといってね、後続8馬身ぶっちぎってんで、これこの2頭が抜けて強いって可能性かなりあるんでね、買わざるを得ないということになってきます。絶対クリノの方が強いよな。まあ、そして、3番人気、ロックディスタウン。この馬もね、変えていきたいと思います。この馬のお姉さん、ストレイキャットはね、父がステイゴールドで、まあ、重賞勝っていると。まあ、50戦目でようやく G1 を最後の最後勝った父から、同じ系統で、まあ、配合の相性としては同じ感じなんですが、なんと三冠馬に父が変わりましてですね。まあ、このステイゴールドから、オルフェーブル。まあ、同じ系、父系というかね、まあ、ステイゴールド3区、オルフェーブルに父が変わって、配合の相性は同じくよろしい。そして、父の実力がランクアップしたということで、まあ、ということはストレイキャットと牝馬 G3 クラスを超える実力が決闘的にはあるんじゃないかなということでね、まあ、そうなってくると買いということになってしまいますね。買わざるを得ない。まあ、そして4番人気ファストアプローチ。この馬はね、消していきたいと思います。まあ、2戦目で激変したような感じにね、2戦目でしっかり変わり目見せて勝ったんですが、まあ、この馬の場合はむしろあくまで新馬勝ちし損ねたみたいな感じかなと。まあ、2戦目でね、ちょっとしっかり勝ったは勝ったんですけど、その時の2着馬、その後2つレース使って勝ち上がれてないってことを考えたら、まあ、未勝利戦勝ったなっていう以上の価値はあるのかってことになってきちゃいますからね。この馬は思い切って消していきたいと思います。まあ、そして5番人気コスモインザハート。この馬を買いましょう。まあ、この時期のね、ビッグレッドファームの馬は、まあ、札幌に2歳ステークス、3歳ステークス、まあ、昔のって言ったらマイネルの馬とかね、よく穴を開けてた印象があるんで、まあ、コスモの馬、マイネルの馬はこの時期侮れないということで、まあ、狙ってみたいと思います。まあ、そして6番人気シスターフラッグ。まあ、ちょっとね、万世っぽい血統かなと。まあ、父ルーダーシップっていうのもね、仕上がり遅かったですし、まあ、旧車も新人ってことを考えたら、その中でもちょっと狙いづらい方なのかな、本当は、ということで、この馬は、まあ、新馬だけだとね、その場でまでの仕上がりの差で勝てちゃうんですけども、まあ、その1個勝った馬同士で言うと、そっから先、この時期まだ、本格化してくるのはこの後だよってことを考えたら狙いづらいと思います。そして7番人気、ダブルシャープ。想定7番人気、本番もうちょっと人気下になってくんないかなっていうのはね、まあ、クローバー賞はね、そこそこいい勝ち方をしたと思うんですが、
まあ、地方馬ってことで、侮られてくれれば、ここは、まあ、馬主を見るとね、モハメド殿下だったんで、まあ、殿下が、ビッグレッドファームがね、昔やってたコスモバルクとか、最近だと、トラストでやろうとしたりね、あの辺のパターンかなってことで、やり始めたのかなと。JRA の連中は、ダメだってことになったのかもしれないなって考えたら、この馬は人気薄になればなるほど面白いなと思っております。まあ、そして最後に、ひらめき大穴。13番人気、ディバインブリーズ。この馬もね、父ルーラーシップなんでどの口がって感じなんですが、まあ、しかもね、レースキャリアも確か4、5戦目で勝ち上がったのかな。まあ、ただ勝ちきれなかったのがね、ブリンカー使って、なんて形みたいなんで、まあ、そうなってくるとね、今回もブリンカー着用。まあ、それでね、最初の頃の勝ちきれなさを補える。バグの矯正があるっていうのと、まあ、その分、レースたくさん使ったっていうのは、まあ、勝ち上がるのに時間かかったんだから弱いんじゃないのっていうのの反面、他の馬たちってね、このレースって何まだ1回しかやったことない、わかんないっていうのをこのままもう5回もやってるわけですから、あ、俺もこれ慣れてるから、みたいな感じで、その力を出し切れる可能性はこの馬が一番高いかなってことになるわけです。まあ、実際ね、この時期とはいえ、重賞だとそんな買い方してもどうかなっていうのはあるんですが、3歳のね、1月、2月、3月あたりの500万下条件なんかですと、パッと目につく素質馬がいない場合は、一番レース数使っている馬買うって馬券術がね、僕やってるんですけど、結構ハマるんで、まあ、それと同じノリで、大穴で1頭狙うんだったら、そういうタイプをあえて狙ってみるっていうのは面白いと思います。まあ、以上、これで5頭プラス1、狙ってみたいと思います。以上、ハッチでした。